二番ゲージとは、鉄道模型の縮尺と機関を表す、規格故障である。二番ゲージは19世紀末から20世紀初頭に、鉄道模型の機関と縮尺の規格が成立した、当時から存在する、規格名称であり、時代や地域によって、機関と縮尺の相違が見られる。現行の規格では、ヨーロッパのネーム規格にのみ名称があり、機関6 4ト、mm、ル。 縮尺1,22.5を2番ゲージと規定している。アメリカのナムラ企画にも、かつては、名称は異なるものの2番ゲージ相当の企画として、1,2インチスケール、17、32インチスケールイコール、基幹2.5インチ、縮尺1,24、1,22.6という企画が存在したが、2009年制定の現行企画には記載されていない。 1891年のライプツヒミホン市でメルクリンが縮尺1、22.5、期間 64mm の鉄道玩具を発表した。1909年に規格化された際に、機間が 50.8mm、または2インチとされた。企画 64mm のものは、規格化によって3番ゲージとされた。一方、イギリスにおいては20世紀初頭までに、 ヘンリー・グリーン・リーとバセット・ロークにより、鉄道模型の機関と縮尺の規格が作られた。その中で、機関2インチ、縮尺7、16インチスケールを2番ゲージと規定し、また、機関2時、2インチ、縮尺1、2インチスケールを3番ゲージと規定している。現行の規格と比較すると、当時のイギリス規格の3番ゲージが、 現行のネーム規格の2番ゲージ、近年まで規定が存在した、アメリカの1、2インチスケール17、32インチスケールに相当するものであった。現在のイギリスの BRMSB 規格には2番、3番ゲージの規格はなく、これらの規格は過去のものとなっている。また以前のネーム規格表には、かつての2番ゲージと呼ばれた機関51、mm、期間 51mm。 縮尺一1-27の規格は現在仮に用されていないとの中期があった。模型のナローゲージとは、実物の狂気鉄道を鉄道模型の規格に定められた機間よりも狭い機間を使って模型化したものである。2番ゲージの場合は、期間4 5トルなど6 4ト、mm、ルよりも狭い機間を使った一二1-22.5の模型が、これに該当する。 ネーム規格には2番ゲージのナローゲージに関する規格も定められている。アムは G ゲージとも呼ばれている。現在の G ゲージの縮尺は1-22.5にとどまらず、メーカーや模型化される車種により、縮尺1-20から1-29と多様化していて、2番ゲージのナローゲージの範疇を超えた規格となっている。かつて存在したアメリカ独自の鉄道模型規格。 縮尺はイギリスの2番ゲージ相当だが期間が21、8インチと独特である。ありがとうございます。